気持ちとしては維持でも同じ力で伸ばさない、一瞬でも。どうもこんにちは、田中良次です。歌を送っていただいてありがとうございます。前回に比べてですね、もう凄まじく成長してらっしゃるなという印象があります。深みのようなものを出したいっていうことですね。まあプロのアーティストと何が違うのか、今結構まあ抑揚もついてるんですが、抑揚っていうのはまあ簡単に言うと音量の差のことですよね。まあ12色の色鉛筆で やりくりしてるっていう感じなんですけど、それを24色とかも48色とかも細かい黄色一色にしてもこんなグラデーションがあるのかみたいなところまでいけたら、より深みが出る。まあ今どんな感じかっていうと、いっそ抱きしめて抱きしめて離さないよ。よく聞いてみると結構同じ力で伸びてる時間長いんですよ。気持ち的にはもう 0.1 秒でも同じ力で伸ばすところを作らないぐらいの気持ち。伸ばすってあからさまに伸ばすとこだけじゃなくて、もう四分音符一個にしてもこの中で強弱を作る。離さないよ、めっちゃゆっくり練習してみるといいかもしれないですね。離さないよみたいな感じで、もう一音一音に自由に強弱をつけれるようになるっていうのが理想的ですね。原曲を聴くときもよく聴くとこれぐらいの音量差があるなみたいな感じで、すっごい大げさにやってみるっていうのが、まあ僕もめっちゃくちゃ大げさにやってます。その方が上手に聞こえる。大げさにやらなかったらやっぱりのっぺりしちゃう感じはあります。そうやって細かく聴けるようになると、例えば信じられるみたいな、このくるくるっとあの音を変えていくっていう、こういうのも同じ音量で変えようとするとめちゃくちゃ難しいんですよ。逆に音量を変えるからこんなにくるくるなってる風に聞こえるっていう。あとリズム、今結構ねカチッとしちゃってて、ちょっとライブ感とかそのまあ深みみたいなものが損なわれちゃうんですよ。リズムもねめちゃくちゃ自由に動きます。例えばいっそ抱きしめて抱きしめて離さないよ。結構これも大げさにやってみるといいと思います。自分の中にまるでこう指揮者がいるかのようにゆっくりにしたりちょっと早くしたりみたいな。これもね実際森山直太朗が歌ってるやつは歌自体はめちゃくちゃ揺れてます。リズムが自由にがむしゃらにずらせばいいっていうわけでもないんですけど、やっぱこの指揮者感ですね。自分の中に指揮者を一人置いて、どんな抑揚でどんなリズムで歌いたいか。リズムをずらすって結構難しいんですけど、でそのためにまあ少し練習方法をちょっと考えてみました。まあリズムを遅らせることをレイドバックって言ったりするんですけど、例えばこのギターのストロークのリズムは動かさない、もうずっとこのリズムで弾きながら歌のリズムだけをめちゃくちゃに変えていきます。めっちゃ難しいですけど挑戦してみてください。自由に動けるようになるイメージがつかみやすいかなと思います。まあ抑揚のバリエーションですね、もっと目を細かく見ていくっていうのと、あとリズムも自由にする。何か質問があればまた、トークルームから受け付けますのでよろしくお願いします。